雑穀と米粉でグルテンフリーのパン作り、ホトハの香りです。私は長崎でホトハのパン教室をやっています。毎月メニューが変わる対面レッスン、それからあー忘れた、いつでもどこでも好きな場所で好きな時間に学べるレッスン動画、それから自分の体も体質改善できて、お仕事として収入も確保できるオンラインでマンツーマンの商用利用可能なコースレッスン、この3種類やっています。そして教室には公式 LINE があります。毎週月曜日10時からはパン作りに関するお役立ち情報を、金曜日の18時からは教室情報を配信しています。米粉レシピのプレゼントも毎月変わっています、準備していますので、よかったら友達追加して受け取ってくださいね。ちなみにですが、9月の対面レッスンは夏の疲れを取ろうということをテーマにメニューを考えました。赤米と米粉で豆乳クリームパンで、ウェルカムドリンクがザクロのジュース、レシピ付きのスープはアサリのスープになっています。9月27日水曜日、28日木曜日、29日金曜日です。インスタからはプロフィールからリットリンクへ、 YouTube をご覧の方は概要欄、それから LINE 公式だったら画面下にあるメニューバーから詳細お申し込みページに行けますので、よかったらご覧ください。はいありがとうございます。ひろみさん、こんにちは、ありがとうございます。で、ハムさんってお呼びしていいのかしら、こんにちは、ありがとうございます。今日が3回目になります。インスタライブ10分間だけですけどやっていきますね。で、さっきも言ったんですけど、公式 LINE があって、でそちらの方に質問っていうかメッセージをいただいたので、それを今日はちょっと紹介しますね。先にね、と読みます。おはようございます。インスタライブすごいですね。いつもながらパワー感じます。対面レッスン、もう少し日程多いなら参加できるかも。もう少し、これはね、通いってなってるんですけど、近いかなと思っています。近い場所なら参加しやすいかもと、公式 LINE のお知らせ見てます。で、ちょっと公共の施設の名前が書いてあって、でご存知ですかって、最近知りました。ご自宅以外のこういった場所でも開催どうですか。先生のパワーはご自宅の教室だけだなんてもったいないですよっていうメッセージをいただきました。ありがとうございます。まず何だったかな、日程ですね。日程、今さ、だいたい毎月3回3日準備しています、対面レッスンの方で。今のところはそれで足りてる感じですので、もうこれを増やそうとは思っていません。どっちかというとオンラインの方が多いかなって感じなので、対面レッスンはもうこのままですね。でもうね、すごい人気教室になって予約が取れませんってなってきたら増やしますが、今のところはそのままです。それと、あと公共の施設とかですね、あとその公民館とか企業様のキッチンスタジオとかがありますよね。でそういうところからもお話をいただくんですが、なんせ材料を持っていかないといけないので、粉類を持っていくにしても、私は免許、車の免許も持っていないので、ちょっと無理だなと思ってお断りしていますので、すみません、もう自宅だけ、対面レッスンは自宅だけって考えています。ので、そんな感じですかね。あと、そう、こんな感じです。で、他
他にも何かあったら、こういう風に LINE だったらやり取りできますので、よかったらお友達追加して仲良くしてください。で、今日はね、タイトルにも書いたんですけど、動画見ただけで作れますかっていう風にタイトルをつけました。どうでしょう、動画見ただけで作れますか。私はパン作りを始めたのは結構前なので10年以上前なので、その時ってまだ動画とかはなくて、レシピ本でした。でもうその見ただけでは全然無理でした。で、教室に通ったりとか通信で学んだりとかしたんですけど、今はね、動画がたくさん YouTube だったりもそうだし、レシピサイトにもいっぱいありますよね、動画。それを見て作ってみたりされてる方多いと思います。けど米粉パンどうしてもうまくいかないって方が多い気がします。それは理由があるんですよね。そのことをちょっと、今日レッスン動画をご購入いただいた方がいらっしゃったので、その方に向けてビデオメッセージを撮ったんですけど、その時にもにそうだよなって思いながら撮りました。その方もなかなかうまくできませんってメッセージをくださったので、できない理由は、ここの教室だったらね、ここの私のレシピだったら計量をきっちりしすぎてるがゆえの失敗っていうのがあるんです。それは私が適当だから。だから私のレシピはちゃんと、レシピ考えるときにはちゃんと測ってやっていますよ、もちろんね。でもこう作ってるときってちょっと誤差ありますよね。 0.1g 単位まで合わせようなんて思ってないので、それを合わせようとすると失敗のもとになります。なので私のレシピでうまく作れなかったっていう方は、もしかしたらきっちり測りすぎているのかもしれません。それが一つね。で、全体的に言えること、米粉パンの失敗の原因って米粉が一番の原因になります。っていうのが、米粉っていろんな種類があります。で、言っていいかな、ちょっと待ってね。で、あ、そうね、いろいろ種類があるんですけど、その種類によって全部違うんですよね。粒子の細かさだったりとか、水分をの吸い込みとかいうのがいろいろ違うんです。で、それによって失敗した水がなんかべちゃべちゃで形になりませんとかいうふうになってくるので、一つ言えるのは、そのね、皆さんが動画なりレシピなりレシピ本を見るなりして作るとき、使っている米粉を合わせるとだいぶ違ってくるはずです。なので使う米粉ですね、合わせて、そのレシピと合わせて同じものを使っていってみてください。それでかなり失敗は防げるんじゃないかなと思います。で、それでもダメだったらまだ何かあるはずなので、そしたらね、もうその人に聞けるんだったら、そのレシピを公開されている方に聞かれるのが一番いいかなと思いますので、もし私のレシピを、レッスン動画を購入しました、作ってみたけどダメでしたっていう方は連絡してください。作れるようになるまで全力でアドバイス、サポートをさせていただきますので、こんな感じです。よかった、今日は10分きっちり終われそうです。そう、でこんな感じで、じゃあ10分経ったので今日はこの辺で終わりにします。最後までご覧いただきありがとうございました。琴葉の香りでした。いかがでしたか。こちらのチャンネルでは皆様からの質問を募集しています。質問フォームなら
アドレスの入力はいりません。匿名で送っていただけます。いただいた質問には動画でお答えしていきますね。新しい動画が公開されたら通知が届きますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。乙葉の香織でした。